さくらんぼの不作問題。県内のスーパーでは店頭からさくらんぼが姿を消すなど影響が広がっています。この辺り果物コーナーですけれども、さくらんぼ全くないですね。本来であればこの時期ですとさくらんぼがこの位置にありまして、はい、メロンではなくてさくらんぼを販売しているという状況なんです。山形市にあるこちらのスーパーでは、本来であれば7月上旬まで県産さくらんぼを販売しますが、今年は今月18日ごろで終了となりました。全体でのさくらんぼの売り上げも例年通り販売できた去年の4割まで落ち込んでいるといいます。さくらんぼが今年はないのというふうな問い合わせも結構ありまして、お客様の方には事情を説明しながら対応しております。この6月なのにさくらんぼが並んでないっていうのはかなり異様な光景というか。そうですね、ちょっと6月にさくらんぼがないというのもちょっと悲しいところでありますよね。そうですよね。さらにこちらのスーパーでは贈答用のさくらんぼも扱っていて、数を確保するために店頭で販売する分を贈答用に回すなど工夫しましたが、それでも手配するのが難しい状況です。現在は客に事情を説明し返金の対応を取っているということです。やはり待ってたお客さんにとってちょっと行き渡らないというのはちょっとやはり悲しいところはありまして、本当来年は豊作であってほしいなというふうに思っております。やっぱり今年食べられなかったお客様に来年こそぜひ食べていただきたいなというふうに思います。